今回も日曜日のズボラ飯のご視聴ありがとうございます。そうめんも3回目となりますが、今日は干しエビとしじみのスープの素で作るカーリめんつゆのそうめんを作ります。材料はそうめん、干しエビ、しじみスープの素です。まずはめんつゆから作ります。お好みの量の干しエビにしじみスープの素スプーン2杯、水を 100cc 入れてよくかき混ぜます。麺が茹で上がるまで冷蔵庫で冷やしておきます。続いてレンジ専用炊飯器にそうめんを入れて、溢れないくらいまでお湯を注ぎ、700ワットのレンジで麺のレシピ通りの時間加熱します。茹で上がったそうめんは流水で洗い、氷で冷やします。そうめんに冷蔵庫から出しためんつゆをぶっかければ出来上がり。それではいただきます。めんつゆはエビとしじみ、みつばの風味がよく合っていて美味しかったです。わかめとエビの違う食感も楽しめました。大満足です。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回日曜日にズボラに配信します。